家庭菜園ライフ。朝霞で菜園をやっている馬場です。今日は実施すると結果が大きく変わるトマトの下葉かきのメリットとやり方についてご紹介していきます。トマト栽培もそろそろ一番果の収穫のタイミングです。このタイミングになりますと定期的なお世話も少しやり方が変わってきて、下葉の処理や摘果作業などこれまでにないちょっと違う作業もしていきたいと思います。また収穫自体も少し早くやるというのも重要で、完熟したらすぐに取っていただき早めに食べていきましょう。実をそのまま株に残していても養分を使ってしまったり、そもそも収穫のトマトがダメになったりします。今回はトマトの一番果を収穫した後にやっていただきたい下葉かき中心にお伝えしていきます。葉を切り落とすことで大丈夫かなと迷う方も多いと思います。下葉かきには必要な理由がいくつかありますのでご紹介します。6月も後半に入りましたので、いよいよトマトの収穫時期です。実際にやっていきましょう。それでは現在のトマトの状況を見ていきます。まずこちらのトマトです。こちらは葉が青々としてかなり大きいのがわかります。しかしこの株は少し肥料過多の状態だと思います。こちらの茎の中心部分を見てみてください。このように少し主軸が割れてきているような形になっています。これは代表的な肥料過多の症状です。こういう状態になってから追肥をしてしまうと、さらに肥料過多の状況を悪化させてしまうので注意してください。また葉っぱもよく見るとボコボコとした感じで色も濃いので、少しこの株は肥料過多が強く出ています。こちらをご覧ください。こちらのトマトは非常に状態がいいと思われます。実も徐々に赤くなり始めています。葉っぱや茎のサイズもちょうどよく、だいたい直径1センチちょっとぐらいでとどまっています。収穫ももう間もなくというタイミングです。健全な成長していますと、このように花芽もたくさんついて生き生きとしています。肥料過多や肥料不足ですと少し異常な成長になるので注意してみてください。ということで、もう赤くなり始めたトマトも少し見ていただきましたが、まず収穫のタイミングについてご紹介していきます。トマトの収穫というのは実ができてからだいたい 3,40 日くらいかかります。少し難しい点としては、気温が暑ければ暑いほど赤くなるまでの期間は短くなります。ただし少し味が薄くなる可能性もあるので注意しましょう。そこで実をチェックする際はヘタの部分までしっかり赤くなっている、その点を確認してみてください。この画像のようにヘタのところまで赤くなることで完熟したという印になります。ヘタ付近がまだ黄色っぽい場合はあと数日で完熟というふうに判断してください。収穫の際はできればハサミを使ってヘタを残すようにしてみてください。このヘタですが、最初はみずみずしい状態で、だんだん家での保管の最中には乾燥してきます。乾燥するとポロッと取れてしまいますが、だんだんに食味も落ちていると考えていただき、そのヘタの状態を見ながら食べる順番を考えるということもできます。ということで、完熟してからの収穫ができるというのも家庭菜園の醍醐味です。美味しく食べてみてください。それでは下葉かきのメリットについてご紹介します。まず一つ目、余分な養分を使わないということです。6月の後半に入るとトマトの収穫の開始になります。最初の実を第一果房と言いますが、この実を完熟させたり赤くするためには、この第一果房の下の葉が働いて養分を作ります。当初下の方の葉は成長に非常に重要な役割でしたが、収穫が終わってしまえば下の葉は役割を終えます。逆に余分な養分使ってしまう可能性もありますので、第一果房の収穫が終わったらその下の葉は落としてしまいましょう。2つ目のメリットです。風通しを良くして病気の予防につなげます。収穫した後の葉っぱを切ったり、ボサボサしておったり、枯れた葉を切ることで風通しが良くなります。野菜の病気というのは多くがカビが原因です。そのため壁が生える原因として過湿状態というのが最もカビが生えやすくなる原因になります。下葉の付近というのは地面に近く最も湿気がこもりやすいので、下葉をカットすることで通気性が格段に良くなり、病気の予防につながります。こちらを見てください。葉っぱが下の方にかなり混み合ってしまっています。これでは通気性が悪く、病気の感染リスクが高まってしまいます。もう一点としては、この地面に近い葉をご覧ください。これは完全に地面について泥などが付着しています。泥跳ねなどがこのように葉っぱについたり、跳ね返ったものが株元の葉っぱにつくことで、そこからカビによる病原菌に感染する可能性があります。梅雨時期などで言えばトマトもうどんこ病などにもかかる可能性があります。第一果房を収穫した後、葉っぱは病気予防の意味でカットをしてみてください。
3つ目のメリットです。害虫の予防などにもつながります。第一花房を収穫した後、枯れかかった黄色くなったような弱々しい葉っぱは迷わずに切ってみてください。そのような葉っぱは病気にもかかりやすいですが、害虫などの隠れ家になってしまうこともあります。少しジメジメと湿度が高い状態ですと、害虫などが住処として住みやすくなりますので要注意です。枯れてしまった葉はどんどんとカットしていきましょう。続いてのメリットは、作業がしやすくなったり収穫も楽にできるようになります。下の方の葉は残しておいてもそのまま元気に残っている場合もあります。残しておくことでだんだんと混み合って作業がしづらくなることがあります。このトマトなども上から見てみますと、実はついているんですが葉に隠れてどこにあるのか分かりません。下葉から徐々にいらない葉をカットすることで収穫へつながる作業効率が上がっていきます。ということで、いろいろなメリットをご紹介しました。第一花房の収穫後には第二花房、第三花房と進んでいきますが、同じようにその花房の収穫が終わったらその下の葉はカットしていきましょう。一株についてだいたいトータル15枚くらいの葉があれば十分株の栄養補給はできると言われていますので、思い切ってそこまではカットしていきましょう。まず作業のポイント1つ目、ハサミはしっかりと消毒をしておきましょう。ちょっと悪い例も見ていきましょう。こちらのハサミをご覧ください。今使ったので泥や軸の汁がついています。こういった状態で洗わずにそのまましまってしまうと、ここに菌が付着している可能性があります。そういったものが病気の感染につながりますので、必ず使用後は洗って、そしてまた使用前にはアルコールなどで消毒をして利用しましょう。ハサミがない方はナイフなどを活用してもいいでしょう。また手でもぎ取るという方法もあります。小さいうちは手でもぎ取っていただいてもいいんですが、大きく成長した葉を無理に取ると傷口の表面が皮のようにスーッと一緒にめくれてしまって傷を大きくしてしまうことがあるので注意してみてください。2つ目は実施する日の注意点です。例えば今日の空を見てみましょう。このように晴れ渡って風通しもよく雨の降る心配がないような日にやるのがベストです。こちらの株のように混み合っているものをバッサリカットすることは、天気のいい日というところをしっかりチェックするのが重要です。日常の作業としてこまめにやる脇芽かきでしたら、そこまで気にする必要はないと思います。しかし葉をたくさん取ったり太くなった脇芽を取るような時は、なるべく天気がよく風も吹いて傷口がすぐに塞がるような午前中にやってみてください。人間でいうところの大規模な外科手術のようなものですので、雨の降るようなタイミングや湿気の多いような時にはあまりやらない方がいいでしょう。その時は手袋などをして菌を移さないようなことも注意をしてあげてください。というような細かい点ですが、そういった下葉かきが原因で逆に病気になっては元も子もありません。注意点もしっかりと確認しておきましょう。それでは実際に作業してみます。こちらはまだ収穫前なんですが、かなり混み合っている部分があるので下葉を取っていきたいと思います。このような下葉をカットするときはなるべく際でカットした方がいいです。この方が乾燥しやすく傷口が早く塞がると言われています。やってみてください。また地面の際から葉が生えてくるので、これも見つけたらカットしていきましょう。第一花房の真下の葉は一つ残してありますので、その下の細かい葉は取ってしまいます。もう一つ下の葉も取ってしまいます。かなり先ほどと比べてすっきりして通気性が良くなったのが分かると思います。これによって病害虫の予防につながりますし、作業効率も上がります。最後に下葉としてカットしたものの処理方法についてご紹介します。こちらが今カットした下葉です。これはその前にカットした脇芽です。病気などがあれば畑には放置せずに残骸やゴミとして早く処理してしまった方がいいです。特に病気にかかったりしていなければ、数日間このように天日で乾かして葉がチリチリっと触って砕けるぐらいになれば、土の中にすき込むなどして土壌に戻してあげてください。マルチを使っていない方は株元に敷いていただいて、草マルチとして乾燥予防などに使ってみてください。マルチを使っている方はこのように通路に並べて乾燥させていきましょう。下葉は処分するだけではなく、今後の土作りにも役立ちます。ぜひ活用してみてください。ということで、だいぶ見違えるようになりました。こちらは下葉かきの処理をした株です。
ちらの方はまだ下葉かきをしていない株です。下が完全に混み合って通気性が悪くなっています。このように作業はしていきましょう。今回は以上です。この動画が面白かった方、チャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。